ナイスキーパー。おお、助かった。はい、それではいつも通り実況原都市で、お送りしたいと思います。今回のトレーニング動画はですね、冒頭ありましたオープニングでもありました、前期のですねリーグ戦の最終節で、相手のですね本当に終了間際ですね相手にやられそうな場面があったんですけども、そこをですね、見事ですねスーパーセーブで救ってくれたシーンにつながったですねトレーニングっていうのを大公開していきたいと思いますので、ぜひともですね最後まで見ていただきたいと思います。でいつも通りですねトレーニングの冒頭最初のところはですねステップを入れた基礎基本スキルになっていくんですけども、マーカーがですね2つありまして、1番と2番というところでキッカーが指定するんですけれども、そこに向けてなので方向指定じゃなくて言われた方向のにステップを踏むっていうところで、その後基本スキルの発揮っていうところですね。なのでリアクションですね、言われた方向に対して素早く体を運ぶっていうところをまずは意識した上で、いつもの基本スキルを発揮しているところです。ですね、今のところ今みたいですね、言われた方向に対して体を運ぶですね、移動してで基本スキル発揮ですね、ここをまず、意識づけを、最初のところでさせています。これがですねの最後の方の、トレーニングの方につながっていきますので、ここでしっかりですね基本スキルをいつも通りしながら意識づけをさせています。でこれはグラウンダーのところで、しっかり地面を蹴らないと遠いところにボール遠いところのボールに行けないので、そこの指導ですね、修正をしているところです。移動して言われた方向に対して体を運ぶ、そして基本スキルの発揮ですね、ここを今意識づけでしっかりしています。でここから次のトレーニングに入っていくんですが、まず1対1の確認のところからどういうふうに体を運ぶかっていうところでしっかりですね話しながら確認をしているところです。でブロッキングで行くのか、フロントダイビングで、からそのフロントダイビングで先に触るかで、相手の方が同時ぐらいだとですね、危ないので、しっかり自分の顔の前に腕ですね、手でブロックを作ることによって相手からボールを奪い取るっていうところで、今回ですねやっていっていますので、そこをですね丁寧に今確認しているところです。なのでまずは膝立ちの状態からこの、意識づけですね、相手の足から離れた瞬間を狙うところを、今確認しているところです。ドリブルで相手が足から離れた瞬間をしっかり奪い取るんですね、ここを今意識づけして最後のトレーニングにつなげているところです。でここは、次の段階でまずはシュートストップのところですね、移動して止まってシュートストップですね、止まった状態で、そうですね、リアクションで先に読まずに、これもちろんランダムで蹴っていますので右左どっちに来るか分かりません。なのでしっかり反応しながらどっちにも対応できるようですね、これを先に読んでしまうとなかなかボールが取れないので、しっかりリアクションで、まあ、ナイスですねという形でしっかりここでも意識づけ、これさっきのトレーニングとここでやったトレーニングを複合してこの後つなげていく場面なんですけども、まずは一個一個噛み砕いて、細かいところで修正していくところです。リアクションなので移動してしっかりどっちにも対応できるようですね、意識づけですね。結構ですね、こういったトレーニングをすると先に読んでしまって先に体が出てしまう場面が出るので、読んで止めれる場面っていうのはもちろん大事なんですけども、基本的にはリアクションでしっかりボールを止めるっていうところをしっかり体に、習慣化させて染み込ませていくことが非常に大事ですね。今ああやってですね、読んでしまって体が先に動いてしまうと反応ができないので、しっかり反応するっていうところですね。で次の段階ですね、今とほとんど同じシチュエーションから次はドリブルですね、ドリブル運ぶで相手からボールが離れた瞬間を狙うっていうところですね、離れた瞬間を狙うですね、今ほとんど同じような、ボールの位置から次は右左どっち来るからね、来た方向に対してですね
ブロックですね、ブロックをしながら顔の前にしっかり腕を伸ばしながらボールをブロックするですね、ボールをブロックしながら奪い取るですね、イメージですね。相手から足が離れた瞬間をどんだけ見逃さずにアタックできるか、そこをしっかりトレーニングで今ここを染み込ませているところですね。解説もしながらですね、これをですね、なので試合中一瞬の本当に判断なので、頭で考えてたら絶対間に合わないので、瞬時の判断っていうのをしっかり体に染み込ませて、反射神経、反射の段階で体が出るようですね。今の迷いながら出ているのでもう遅いですよね。なので出た瞬間にすぐ体が出る、今のも迷っていますね。なので迷わずに今のを判断することが大事ですね。その中でもシュートあるよっていうところで意識づけですね。非常にここで一番やっぱ難しいプレーなので、ああ今の良かったですね。今の風に体がスムーズに出るとシュート成功率ですね、シュートストップ成功率が上がっていくんですね。ブロッキングでいくのかシュートストップなのか、相手から離れたところを奪い取るのか、今のも良かったですねっていうところの、判断から実行のところの迷いを少なくする、迷いを減らすことによってシュート成功率、シュートストップのですね成功率が上がってくるので、ここをいかにですねそこの判断の質を高められるかですね、ここが非常に大事ですね。シュートもあるよっていうところで、ああナイスですね。シュートっていうのをちゃんと可能性として残しながら、ここですね、今の出足が速かったですね、徐々に慣れてきてスピードが速くなったんですよね、ところなので、これをですねここの判断の質を、ああよかったですね、ナイスですね、判断の質を上げることによって実戦でですね、より実戦に近い状況でトレーニングができる状態ですね。動きがですね非常に動きの質が上がってきているのが分かるかと思うんですけども、自信を持って出る、止まる、飛び込むっていうところの判断の質が上がってきているのが分かるかと思います。自信を持ってトライしているのが分かるかと思います。これができると試合でもおのずといい場面ですね、非常にピンチの場面でもしっかりシュートストップできるですね。オープニングであったように終了間際のですね、止めれるか止めれないかって本当に際どいシーンなんですけども、そこをしっかり止めることができるということですね。こういった、ね、トレーニングをですね、やっぱ普段のトレーニングからこの質を高めてあげられると、試合での場面っていうのがそんなに難しく感じずにですねトライできるようになっていきますので、こういう場面をどんだけ作れるかっていうのは非常に大事なんですね。いいですね。ステップから寄せ、寄せから判断ですね、このところが非常にスムーズになってきていますね。よし、あとはですねここのシュートを止めたりとか、実際に止めるスキルっていうのは普段のローテーションのところですね、ルーティンワークのところで高めていければいいので、あとは判断のところですね。でこっからですね、もう一人合流しましたので、今やったトレーニングを自分で教えてみなさいっていうところで、実際にこう教えながらやらせました。なのでこういった自分が今やったトレーニングをまた別の誰かに教えるっていう作業をすることによって、トレーニングはよりですね自分の身になるなっていくので、あ今日どうやって教えてもらったっけ、どうやってトレーニングしたっけっていうのを思い出しながらですね、人に伝えながらするとより知識とか経験がですね整理されて、それが試合に発揮されやすくなる、自分の技術っていうのが自分のものになっていきやすくなるので、なので本当にスキル、自分の経験とかですね、スキルを上げたければやっぱりこう人に教えたりとかですね、人に伝える力っていうのを、伝える場面っていうのをですね増やしてあげることによって、一気にですね、子どもの成長っていうのは加速度的にですね成長していけるようになりますので、非常にですね、今回偶然ですねこういったタイミングで教えることができたので良かったかなと思います。で冒頭にも、オープニングでも言いましたけども、このトレーニングをしたことによって、もちろんですねこれを狙ったわけではないんですけど、結果ですねやっぱ大事な場面で、終了間際にですね本当に危ない場面をですね止めることができて、非常にですね自信にもつながりましたし、本人のこれからのですねやる気にも非常につながって、とっても良かったかと思いますので、ぜひともですね今回はこれをですねシェアしたいと思いまして動画にしました。
このチャンネルではですね、いつも言いますけども、このチャンネルではゴールキーパーのですね、情報発信、そして実験コーチ原俊です、原俊のですね、気づきや経験っていうのをですね、発信していきながら、ゴールキーパーのですね、さらなる発展のためにですね、情報提供をしていきたいなと思っているチャンネルになっておりますので、ぜひともですね、チャンネル登録をしてですね、今後ともですね、応援していただければ幸いだと思います。今後ともですね、応援の方よろしくお願いします。いかがだったでしょうか。よければですね、コメントや、高評価もいただければ励みになります。それではまた別の動画でお会いしましょう。ではまた。